情報調剤で簡単に稼ぐ方法ね。まあ簡単な定義っていうのは、確かに慣れていくことかなと思いますし、量をやることかなと思うんですよ。でここでちょっと考えていただきたいのは、私がね1億円作ったよっていうふうに言っても、感覚がつかみにくいと思うんで、これ何度かお話してるんですけども、3億円稼ごうと思ったら1日に10万円の利益を出しても3年かかるんですよ。だから1日10万円稼げたと仮定してください。自分がね1日10万稼げたぜって、3年間それでいきますかってことなんですよ。1日10万の利益を稼げたとしても3年間は続かないと思うんですよね。でそうなると1日1万円の利益を3年間続けることっていうのはどうでしょうかね。難しいと感じるか簡単と感じるか。でも1日1万だったら今度は1億円に30年かかるんですよ。で1日100円だったらさらに100倍かかりますよね。3000年かかっちゃいますよ。ということは1日に100円とか500円稼ぐのがやっとだったら人生はとっくに終わっちゃいますんで、だからね相当高い利益で稼げるようになっても年っていう単位はかかるってことは、かかるんですよね。だから私は振り返ってみたら継続したことと実際にその金額いったってことが整合性が取れるんですけども、そのね一瞬で稼ぐっていうのはそこだけ見れば一瞬なんですけども、やっぱりねその一瞬を作るために膨大な時間と労力を割いてると思うんですよね。だからここはね簡単に稼げているところを見るのか全体を見て簡単と判断するのかってことなんですよ。だから全体を見て判断すればずっと継続していて、入金がある瞬間がここってことですよね。そういうふうに考えていくと簡単に稼げる方法っていう発想からしてもうなんかそのおかしいというか陳腐というかね、そういうスタートラインに立てば稼げない上に確実に簡単に稼げますよっていうふうなキャッチコピーに相変わらず踊らされて、そこから商品を買ってまたやられたっていうふうなね、ノウハウコレクターの旅路が始まるということなんですよ。いや確実に稼げないですよと、稼げないまま終わるかもしれませんよと、結果報酬するもんじゃないですよと、私は一方的な提供するんじゃなくて求められたものは全部答えれますけど、求めてないんだったら何もしませんよっていうね、こういう私の発信になっていくんですけども、どうですかね、結局速稼塾に入っても求めてこなければ私何も提供せずにただ毎日の更新情報を垂れ流しってことになると思います。もちろん毎日の更新情報の中にもしっかりと稼げるネタはあると思いますけども、やっぱりね稼げる方法って一人一人違うんですよ。体力も違うし、資本金も違うし、それから年齢も違うし、趣味嗜好も違うし、使える時間も違う中で、一律に1個の商品で全員ができますよってものないですよね。ドリームアカデミーもだからコンテンツがいっぱいあると思うんですよ。自分に合ったものを探さないといけないと。そして、コンサルっていうのはおそらく、私は何をやったら最短で結果が出るでしょうかっていうことの繰り返しなんですよね。だから単なる相談事とかとは全く違うと思うんですよ、雑談とかとは。コンサルっていうのはまずは、物を尋ねる人が自分の診断ができなくちゃいけないんですよ。なんで結果が出ないのかってことね。やる気が出ないとかね。じゃあやる気を出すためにどんなことができますかってことをこうやり取りするっていうのが、コンサルになってくるのかなと思います。ただやっぱりね、多くのコンサルっていうのはおそらくですけども、結局はコンサルじゃなくって、その講師のなんか成功例の押し売りなんですよ。だから、コンサルを受ける人のね、生徒さん、お客様っていう言い方もありますけど、お客様の立場なんて全く考えてないと。だから単なる雑談だとかね、思うわけなんですよ。コンサルってものは本当にもっともっと高いレベルのところにあるもんだと思いますんで、私ごときがね、コンサルって言えることはないかなと思います。そんな感じでね、確実に稼げる方法はあるけども、それをどうせこなせないでしょってことなんですよ。こなせないですよ、本当は。1日10万の利益だって、3年間毎日続けるんですよ。そこまでして金欲しいですかってことなんですよね。そこまでして金欲しいかって言ったらね、欲しくない割には生活費を稼ぐお金のためにはあらゆる企業の奴隷になってしまうんですよね。スタートラインがちょっと違うんじゃないかなと私は思うんですけども、皆さんいかがお感じでしょうか。それでは失礼します。